ンサイアンドコー DJ コーです。さあ本日はですね、大阪芸術大学客員教授として、特別講義をこの後行ってきます。もう14号教室かな。ではもう生徒の皆さんがなんか100人以上今日は集まってるそうなんで、ちょっと頑張ってダンスミュージックの歴史、それから DJ プレイ行ってみたいと思います。どうも皆さん、改めまして DJ コーです。よろしくお願いします。今日は結構グルーヴを皆さんにどんどん体験してもらいつつですね、僕のDJ、それからダンスミュージックのヒストリーも含めてですね、とにかく、皆さんがいろんな刺激を持って、この講義で、なんかいろんなエッセンスを持ってまた新しいことに、いろんなことに、これまでのことに望めるような、そういう講義にしたいと思いますので、よろしくお願いします。いろんなビートの進化系で、今日皆さんにですね、やっぱりいろいろなやっぱり DJ としてのその培ってきたグルーヴであるとか、そのビート、それからサウンドっていうことをヒストリーを追ってご紹介していきたいんですけれども、今聴いていただいたこのプレイも2つのビートからほぼできています。それがですね、まずはファンクビート、それとハウスビートなんです。これが、ファンクビートです。そしてもう一つハウス、ハウスは四つ打ちと言われている16ビートなんですけれども、これがハウスビートです。大きく分けると、DJ 的な視点で大きく分けると、この2つのビートで、いろいろな音楽の進化と、そして、今に至る、それからこれから未来にどんな音楽が広がっていくのかなっていうのをですね、歴史を振り返りながら、分析したいと思います。ディスコやさっきのファンクの方はちょっとキラキラしたような感じだったりもするんですけども、ハウスの場合は結構もう真っ暗な照明の中でミラーボールと、それから白のビームライトだけっていうようなクラブが主にありましたね。で、ここでやっぱり大切になってくるのが、やっぱり楽曲に関するサウンドシステムなんですけれども、このハウスに欠かせないのがローランドの909というリズムマシンです。このリズムマシンでほとんどのハウスミュージック、このここにあるエフェクターにも909と同じこの素材が入ってます。これを16ビートの裏で打っていくことでハウスミュージックのノリが出てきます。さっきは、縦ノリだったんです。今度はこういう裏ノリです。裏ノリでずっとループしていくというのがハウスミュージックの特徴です。音楽以外の学科から来てる方とかいらっしゃいます？あ、嬉しみドゥドゥです。そうか、じゃあせっかくまだちょっと時間もまだあるんで、ちょっと DJ タイム行きますか最後は。
今回は以上となります。ありがとうございました。はい、いつの間に撮ってます。どうも。いや、今日さもうほんとドキドキでさ、結構いっぱい帰ってきたんだ。最高でした。ありがとうございます。今日の授業どうでしたか？もうこの DJ KOO さんの触ったこの機材、あーもう触りたくて触れない。だけど本当にクイーンが流れた瞬間に、もう僕の人生クイーンのおかげでこういう性格になったんですけど、もうほんまにもうそれが全部報われたみたいで、もう最高でした。大阪芸大最高です。ありがとうありがとう。みんな来てね。最初は あんまりどんな感じなんかなって分かんなかったんですけど、もう盛り上がすぎても最高でした。KOO さん最高です。KOO さん最高です。イエーイ。ありがとう。最初からもうめっちゃ最初のりでめっちゃ楽しかったっす。KOO さん愛してるぜ。4歳の時に TRF さんのライブ1回見に行ってて、16年ぶりに見れてすごく嬉しかったし、あと高校生の時から DJ について興味あったんで、一歩踏み出せるチャンスをいただいてありがたいです。いや今日は最高だね。イージーニューダンス、はい、ガーありがとう KOO さん。はい、大阪芸術大学客員教授としてですね、第2回目の特別講義終了しました。ありがとうございます。いやー、やっぱり学生の皆さんのエネルギーすごかったですね。今回僕としては結構こうやって何日かかけていろいろとノートを作ったりしてですね、ダンスミュージックの歴史を踏まえて、なんかその皆さんが演奏したり楽曲を作っていく上で、参考になればなと思って、なんかそういうことで、DJ をやらせてもらいました。すごくもう学生の皆さんは今の自分が聴いてる曲をその感覚で、自分のフィルターを通してどんどんと伝えていくという世代だと思いますけども、さらに僕が DJ を始めたもう40年以上の前、の頃からのダンスミュージックを改めて、皆さんに聴いてもらう、そして DJ で体感してもらうことで、なんかそういうダンスミュージックのルーツ的なエキスが皆さんになんか共有して注入されればよかったかなと思います。本当にその何かのきっかけでそこから広がっていくその音楽の世界も絶対あったりすると思うので、でも何よりも今日はもう皆さんがノリノリでイージードダンスしてくれたり、サバイバルもイエイエイウォーウォーやってくれたりしたのが嬉しいですね。来年30周年を迎えるにあたって、なんかそういう若い世代の人も TRF を注目して、その DJ カルチャーを楽しんでもらえたら、サイアンドコー DJ コーです。ありがとうございます。 TRF 30th Anniversary Live Thanks Live & Party 20232月の25日、ゼップ羽田決定デーです。チェックよろしくお願いします。